僕知ってるよっていう方ももうちょっと意識しますお互いに意識しましょうよみたいな話で、でそれをなんていうかな、最初やっぱりねこうちょっと悪いのかなって思って見てたんですけど、 見るところちょっとあったんですけど、そうではなくて慈悲、慈しみと哀れみを持ってその見る必要があるっていう、ただ単にネガティブなものじゃなくて、うんうん、必要で持っている人間の身を守るためのものなので、 そこに優しさと慈しみの目を持つことで癒していける、そう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 、で自分も持ってるから自分も慈悲で見るし相手も慈悲で見て、で他の人も自らも許すことですって書いてあって、でなかなかみんなその同じとこやってると思うんですよ、いろんなそのねスピリチュアルっていうかさ、いろんなとこみんなやってるんだけど、入り口がありますもんね、そうそう、